アとラリーがあって全体のレベルはプレミアの方が高いと思うが、スペースがしっかり与えられるのもプレミアの方やと思うし、2強が活躍できてる要因だと思うんよな。2強はラリーがでも活躍できるよ。ブライトンをラリーが見連れてきたらスペースのなさと強さか、本の中かいに苦戦すると思うで。PL 初戦のマンユーとの久保もラリーが出会ってるよりやりやすかったのであるわ。それはある二人マークつかれたら消える2強がリーが行ったら何もできないと思うわ。トラオレはスペースなくて苦戦してたな。最初の2週間は活躍できたけど、三笘は今が全盛期の可能性あるのがな。勝手にここからどんどん伸びていくと思われてるけど、もう25やしドリブラーは劣化も早い。これはあるやろな。サッカー選手の全盛期は20中盤言われるし、こっからは落ちそう。んなこと言ったら伸び台ある選手おらんやろ。日本スペを克服した富安、言うほどサッカーの試合見てないだろ。代表しか見てなさそうなんで、そんな偉そうに語れるんやろ。 BF の全盛期は20代後半から30くらいやし、富安は伸びる可能性あるか、またもボランチとしては伸びる可能性あるし、まだ2強は久保と同レベルだと思うんだけどな。久保が持ち上げられてた時期とかぶるわ。 J リーグの頃から2強の方が上やと思ってたから、そうでもないと俺は思う。当たり負けしないダッシュ力ある、守備できる強引さがある、所属チームだけで言ってるあの人とは全然違う。大学でフィジカルも技術も作り上げたからや。三笘もすごい、久保もすごいでいいだろと思ってたけど、久保は別にすごくなかったわ。やっぱスピードって圧倒的なアドバンテージなんやなって。お前らに手を使って久保叩きたいだけやん。久保がお前らに親でも殺したんか。久保はすぐ飛ばされるからな。プレミアの守備は甘いからな。リーガじゃ厳しい。